ユン・ソギョル大統領が29から30日、スペインのマドリードで開かれる北大西洋条約機構首脳会議に出席するため、27日に出国する。韓国の大統領が NATO 会議に出席するのは今回が初となる。伊大統領は日本、オーストラリア、ニュージーランドの首脳たちと共にアジア太平洋パートナー国として招待状を受けた。これをきっかけに非米韓首脳会談も29日に開かれる予定だ。 イ大統領は非米韓首脳会談を通じて岸田文雄首相と初めて顔を合わせる。三国首脳会談が開かれるのは、ムンジェイン政府初期の2017年9月のニューヨーク国連総会以来、4年9ヶ月ぶりとなる。ただし、別途の日韓首脳会談は開催されない見通しだ。非米韓首脳会談では参加国首脳のほか、一部の随行人たちも同席する。ただし、 差し迫った日程のため、会議時間が30分を超えることは難しいと予想されている。伊大統領は、28日にフィンランド、29日にオランダ、デンマーク、30日にチェコ、英国と首脳会談を行う。ルーマニアとは、プルアサイドの形で両国首脳間対話が行われるものとみられる。フランスのマクロン大統領との会談の可能性もある。ただし、 日本韓国、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国首脳会談は開催の可能性は少ない状況だ。日韓首脳間のプルアサイド対話も実現しそうにない。それでも伊大統領と岸田首相はスペイン国王主催の晩餐会、NATO 首脳会議、非米間首脳会談などで少なくとも3回は会う。テーブルには原子力輸出、半導体、防衛産業、 再生エネルギーなどの経済安保議題などが上がる予定だ。軍事同盟である NATO の反中国反ロシア基調には一定の距離を維持し、一重引用府セールス外交一重引用府で国益を得るという意味とみられる。さらに、北朝鮮の完全な非核化に向けた西側陣営の支持を再確認する方針だ。 イ大統領は29日午後3時に開かれる NATO 同盟国パートナー国首脳会議で複合的国際安保協議に対応するため、韓国の積極的な役割を浮き彫りにすると同時に、北朝鮮非核化に向けた国際社会の支持を要請する予定だ。なお、今回の歴訪にはイ大統領の配偶者であるキム・ゴンヒ夫人も同行し、ハイタマシャセッションに出席する。配偶者として外交発舞台となる。